それではただが、この文献について紹介させていただきます。この論文は、ACL2019 に採択された論文です。で、タイトルにもあったんですが、違いますね。すいません。中央テキストの、単語分割っていうの、必要性っていうのをそれがあまり調べられてないっていうが、さっきの深層学習アプローチに対して必要であるかっていうのを、見ています。で、それを調べるために、4つの、ベンチマークタスクで実験をしています。で、単語を分割した、コーパスで、実験するものと、文字分割で実験したもので比較っていうのをしています。で、結果としては、文字ベースのものが一貫して単語ベースのものより、優れていたっていう、ことが、現段階のものでは分かったっていうものになります。で、ちょっとここのページちょっと文字ばっかになるんですが、イントロダクションとして、中国語のテキストは、日本語いくつか、基本的な欠陥があるっていうふうにこの論文は述べていて、一つはコーパス内の、単語のスパス性、単語の頻度が、どうしても高くないものもあるので、それがオーバーフィッティングにつながったりするっていうのと、Out of vocabulary っていうのが、偏在することで学習を阻害する、学習に影響があるっていう部分を述べています。で、こういうことから、モデルが、そういった、単語について、意味を完全に理解するっていうのは、不可能だよねっていうふうに述べています。で、また、ちょっと現状実際の、結果っていうか、そういった現状はわからないんですけど、この論文では最先端の安全っていうのには程遠いっていうことを述べています。で、これは、下流のタスクに影響するので、結構コアな部分だよねっていうことで、で、この完全じゃないっていうところの理由は、中国語の単語の境界っていうのが非常に曖昧なので、ちょっと問題が難しいよっていうふうに述べています。で、先ほども言いましたが、単語ベースと、文字ベースを、実験して比較して有用性っていうのを検討します。で、この図はちょっとすみません、唐突なんですが、左のバーが、単語の式1、頻度に対する式1で、頻度1、頻度4、式1なしっていうので、どんなような、ウェイトを占めるかっていうのの例で出されています。で、真ん中が、ボキャブラリーの、式1で切った後の割合で、右側が、式1の、そうですね、切った割合で、右側がコーパスのどのぐらいを占めるか、っていうところを、示しています。で、比較実験をしています。で、内容としては、言語モデリングと、機械翻訳、テキスト分類と、文のマッチングタスクで行います。で、単語ベースのモデルと、文字ベースのモデルで比較するんです。で、データは、チャイニーズツリーバンクで評価しています。で、これは、次の単語を予測するっていうようなタスクです。で、データの、分割の割合等はあれな感じです。で、単語分割は、ちょっと読み方わかんないですけど、ジエバですかねっていう、ものを使って単語キャラクターベースの方が、その、同じ、ワードベースと比べて結果がいいというようなものになっています。でこのハイブリッドっていうのは、ワードとキャラクターと両方使ってあげて、どういう結果になるかっていうところで、やっぱキャラクターベースだけの方がいい。情報を使って、キャラクターの情報だけ使ってあげて、擬似的にこう単語として単語の、単語を作ってあげるというか、そういうような形で、やっていて、これで、普通のハイブリッドよりもいい性能が出ている。っていうことが示せるんじゃないかっていうようなことを述べていました。で次に、マシントランスレーションで、評価します。で、評価は、英語と中国語間で、翻訳と、逆が中国から英語にトランスレーションする場合です。でこのタスクでも、やはり、キャラクターベースの方が、いい精度が出ています。この括弧っていうのは、隣り合う、ワード、単語ベースのモデルとの比較の値です。比較した際の値です。どの、テストセットでも、キャラクターベースが良くて、アベレージでも一番下のアベレージでも、キャラクターベースが勝っているよねっていうことを示しています。で、次に、英語から中国語の、トランスレーション。パターンというか、すいません、この英語から中国語に関しても、やはり、キャラクターベースの方がいい。むしろこっちでは、より、キャラクターの、効果を発揮できているというような結果が得られました。では次に、センテンスマッチング、パラフレージングで、評価を行います。これは、2つのデータセットを使うんですが、これは、スタンフォードの、NLI タスクと、似たようなタスクで、ペアとなっている文があって、その、2つの文が同じ意味か同じ意図かというものになります。すいません、ちょっと語弊が、言い方がちょっと雑だったんで、もう一回ちょっとご説明触れさせていただくと、PQ っていうのタスクが、同じ意味か否かっていうのを見るもので、LCQMC っていう、このタスクが、モデルはソータのモデルを使ってあげて、実験するっていうものになります。で、結果として、先ほどからもそうですが、キャラクターベースが強いという結果になっています。で、次に、テキストクラシフィケーションで評価を行います。今回2つがニュース記事、次の2つが製品レビュー、レストランのレビューという形で、その隣の、クラスの、数で、クラシフィケーションしてあげるっていうタスクです。で、単語ベース、文字ベースで、走行の LSTM 使ってあげて、トレーニングして、比較を行います。で、結果として、一番上の、ニュース記事のもの以外は、全て、キャラクターベースがいいよねっていうことを示していて、この論文では、一番上のものも、ワードベースの方がいいよねっていうようなことを言っています。で、次に、ドメインアダプテーションということで、学習データと、異なるデータに対してどんな精度が出るのかっていう、ちゃんと学習できているのかっていうのを見ていくっていうことを行っていきます。で、先ほど出たレストランレビューと、製品レビューを、トレーニング用にする、トレーニングとテストと、片方でトレーニングして片方でテストしてあげる、またその逆っていうので評価をしていきます。で、これもなんですが、結果としては、キャラクターいいよねっていうことを言ってきたんですが、ただ、この理由がわからない、理由をもうちょっと分析しようということで、以下の、項目で、すみません、スパーシティがちょっと消えてますけど、確認していきます。じゃあ分析していきます。で、まずデータのスパーシティで、5期のサイズが大きくなりすぎないように敷値を設定して、頻度が敷値を下回る、全てのトークンを有形にする。で、左が、フリケンシー、頻度で足切りしてあげた際の、ボキャブラリーのサイズの推移になります。で、右側が、それに対して、下は横軸は同じですね、頻度に対する敷値で、上が軸がアキュラシー精度になります。で、これを見ていただくと、ボキャブラリーサイズ敷値どんどん上げていくとガンガン減っていくっていうのが、左の図から分かると思います。で、どんどん、ボキャブラリー下がっていく結果として右側で、ワードはどんどん精度が上がっていくっていうのがあります。で、この、キャラクターとボキャブラリー、ワードとの、一番最もいい精度の、ほぼ似たような値になっているということで、また、分割もそうですけど、そういったボキャブラリーのサイズ、タスクによっても変わるかもしれないですけども、中央値とかそういった部分が実は、学習に、関わっているんじゃないかっていうようなことを述べていました。で、次に、Out of vocabulary についてです。で、単語ベースのモデルの劣っている理由に、Out of vocabulary が考えられるよねっていうことで、Out of vocabulary の、数を減らすことで、単語ベースと文字ベースのギャップっていうのを小さくできるんじゃないかっていうことを、仮定して、で、敷値の値を小さくすると、データのスパース性、頻度の敷値をただ単に小さくすると、データのスパース性、さっきも言った、頻度低い子がいっぱい出てきちゃうんで、その問題から、悪化が、単語フリーになっちゃうかなっていうのがあるので、そこは見ないで、異なる敷値に対して、データセット、トレーニング、バリデーションのテストから全部から、アート・オブ・ボキャブラリーになる単語を削除して、それで評価してあげようっていうことをしています。で、結果として、右側は、足切りしたものに対しての、トレーニングセットのサイズなので、どんどん小さくなっていくような形です。で、左側が、それぞれの精度、敷値に対しての精度になります。で、だんだんと、ボキャブラリー、アドボキャブラリーを消していることで、やっぱり精度は近くなっていってる。ただ、トレーニングセットが、どんどん小さくなっていっちゃっているので、キャラクターモデル、ベースのモデルっていうのが、精度が悪くなっていってしまっているっていうのは、問題だよねっていうようなことを述べていました。で、最後に、先ほどの、文章のマッチング、2つの文章を見て、それが同じ意図や意味を持っているかっていうのを見たんですけど、その時の、2つの、文のトークン間での、アテンションマッチングっていうのを見てあげようっていうのをしています。で、結果としては、やはり、文字レベルだと、それは、そうかもしれないんですけど、より、アテンションが、アテンションマッチングができているということで、ちょっとやっぱり、この部分に関しては、単語が不利だよねっていうことを述べていました。コンクルージョンです。この論文では、中国語深層学習での、単語分割の必要性っていうのを、調査したというものになります。で、4つの、タスクで、文字ベースと、単語ベース比較評価をしています。で、その、単語ベースが劣っている理由っていうのは、単語分布のまばらさ、そういった部分が大きいんじゃないかっていうのを、示したっていう論文になります。以上で、文献紹介終わります。